どうもアガポニです。今回は地上絵についてです。地上絵が何なのかという点を踏まえつつ、全ての場所を時系列順に紹介していこうと思います。紹介といってもね、ムービーのネタバレはなしで、あくまで基本情報の紹介に留めているので、場所とか順番を確認したい場合は活用してもらえればと思います。それでは早速いきましょう。地上絵はその名前の通り地表に描かれた絵になります。で、地上絵にはどこかに水たまりがあるので、それを調べることでゼルダの記憶の一部を見ることができるといったものになってます。オープニングでね、リンクとゼルダが離れ離れになった後、リンクに関してはゲームをプレイしていくことでその行動を体験できるわけですが、ゼルダが何を体験しているかはそのままではわからないわけです。で、そのゼルダがね、体験した記憶を見ることができるのがこの地上絵というわけですね。ただ地上絵は一つではなくて各地に複数点在しています。その上で各地上絵にゼルダの記憶は断片的に散らばっているので、無作為に探索しているとその記憶の追体験は前後することになってきます。まあ、それでも大きな問題はないんですが、もしね、時系列でゼルダの記憶を見たい場合は、この後紹介する順番ごとに地上絵を回っていってもらえればと思います。というわけで地上絵の時系列を紹介していこうと思いますが、その前にね、少しややこしい点があるので、そこを先に説明しておきます。さっきも言った通り、地上絵はゼルダの記憶を見ることができるものになってます。ただゼルダの記憶に関しては地上絵が全てではないです。オープニングとか他のチャレンジをクリアした時に見れるものもあるので、地上絵だけを順番に回っていくだけではゼルダの記憶の全てを時系列に見ていくことはできないということになるわけですね。なのでこの動画では地上絵に加えて関連イベントも踏まえた上で時系列順に紹介していこうと思います。で、具体的にその順番ですが、まず最初はコログの森の中にいるレクノキ様を解放した時に見れる記憶になってます。コログの森の生き方と攻略に関する詳しい内容は過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。2個目はオープニングで見る目覚めになります。この最初の1つと2個目に関しては、オープニングが絡む関係上、見る順番はどうしても前後してしまうものになってますね。3個目はここにある地上絵、ここはいずこ竜の涙その1です。これはインパの地上絵というメインチャレンジが絡む地上絵になってますね。眺望台はラブラーさん眺望台が近いです。4個目は見知らぬ世界竜の涙その2です。眺望台はここもラブラーさん眺望台が近いですね。5個目はミネルの上限竜の涙その3になります。眺望台はオルディン渓谷眺望台が近いです。6個目はゲルド族の郷愁竜の涙その4です。眺望台はサハスーラ平原眺望台かポプラー高地眺望台が近いです。7個目は偽りの真珠竜の涙その5です。眺望台はゲルド高地眺望台が近いです。8個目はゼルダとソニア竜の涙その6です。ここも眺望台としてはゲルド高地眺望台が近いんですが、少し距離がありますね。もし空島のマヤシアラの祠を解放しているようであれば、ここから移動するのが近い場所になってます。9個目はソニア無惨竜の涙その7です。眺望台はラベラ湿地帯眺望台が近いです。10個目は魔王誕生竜の涙その8です。眺望台はツツキキ雪原眺望台が近いですね。11個目は魔王の軍団になりまして、これは地上絵ではなくてメインチャレンジハイラル城の異変クリアがキーになってます。このチャレンジは4地方の異変調査に加えて2回目のハイラル城のクリアも必要といったものになります。この辺りの詳しい内容は過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。12個目は賢者の誓い竜の涙その9です。眺望台はラネルさん眺望台が近いです。13個目は王の務め竜の涙その10です。眺望台はポプラー高地眺望台が近いですね。14個目は封印戦争となります。これも地上絵ではなくてメインチャレンジ太古よりの導きをクリアすることで見ることができます。このチャレンジも過去動画で攻略の解説はしています。15個目は時を超えるマスターソード竜の涙その11です。眺望台はドイブラ遺跡眺望台が近いです。16個目はそれぞれの決意となりまして、これも地上絵ではなくてメインチャレンジマスターソードの手がかり、これのスタート時になってます。17個目は竜の涙その12です。これは他の11箇所の地上絵を全て回った後に出現する最後のポイントになってます。眺望台はウリルさん眺望台が近いです。18個目、これが最後になるんですが、ゼルダの思いとなりまして、
これは地上絵ではなくマスターソードを手に入れた時に見れるものになってます。マスターソードの入手方法自体はいくつかあるんですが、まあ、どの方法でも手に入れた時に見れるものになってます。入手方法自体は加工動画で解説しているので必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。これで全部になりますね。で、地上絵以外の部分1、2、11、14、16、18に関して補足をしておくと、すべてメインチャレンジ中に見ることができるものなので、地上への探索と合わせてメインチャレンジも進めていくようにすると時系列の流れで追っていくことはできる感じになってます。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。